たった今ニュースが入ってきました。漫画家の愛情一本さんの長女阿波野真子さんが亡くなっているのが見つかりました。グループホームひまわり荘、阿波野真子ちゃんです。あ、よろしくね。私は毎日毎日缶を潰して生きております。なんで？父と娘が見つけた日だまりのような幸せ。こっちんこっちん。台所で知らない人が夕飯食べてるって。カレー食べたみたいで。あ、ご飯もきちんといただきました。結構そうですよね。グッバイマイラブ、この街角で。忘れないわ。一本は真子と一緒にいられないんだ。一本の人じゃないと生きていけないよ。ルイヤ、真子を守ってくれよ。この世の中で一番大切な娘なんだよ。口づけ